堀江正雄は、日本の陸軍軍人、陸上自衛官、政治家、参議院議員、新潟県出身、水産学校校長堀江一の次男として生まれた、糸井川中学、東京陸軍幼年学校、陸潮化を経て、陸軍士官学校を卒業。旧軍時代は、不評価士官で、太平洋戦争中に、陸軍大学校を卒業し、終戦時には、 第18軍参謀。パプアニューギニアで終戦を迎えた。終戦後、1946年3月に復員し、妻の郷里宮崎県日南市で林業に従事した後、警察予備隊及び保安隊を経て、陸上自衛隊で勤務。西部方面総監を最後に退官した。退官後は、参議院議員を2期務めた。当選にあたり、 妻が料理研究家の堀江康子で知名度があったことも影響したと指摘がある。2019年には100歳を超えてなお健康な正夫の食事や体操を紹介した本が出版された。妻で料理研究家の堀江康子は日南市予備の多額納税者で貴族院議員の高橋玄次郎の孫で料理研究家の草分け。 河野貞子の助手として NHK の今日の料理に出演、その後同番組の講師となり、活躍、2017年に94歳で亡くなった。その成果、高橋家住宅は国の登録有形文化財として保存公開されている。兄の堀江文彦は海軍機関学校卒の元会長。娘に料理研究家の堀江博子、孫に、 同じく料理研究家の堀江沢子がいる。ABCD、100歳を生きて、堀江正雄先生講演会。在京日南の会。2016年6月4日閲覧。ずっと美味しく食べたい104歳堀江さんの、長寿豆毎日新聞。2020年4月26日。AB、東京陸軍幼年学校諸話が武料東洋会。1982年。 P612AB、料理研究家の堀江康子さん死去、94歳。サンスポ、コム、2020年8月18日閲覧。104歳スーパー、ヒージーが毎日食べている秘伝の長寿食とは主婦の友者プレスリリース、2019年12月25日、高橋玄二郎、人事更新録、第8版、昭和3年7月。 堀江康子名誉顧問、元会長国別式在京日南の会、今日の料理料理研究家、堀江康子さん、堀江広子さん、堀江沢子さん NHK 高橋家、住宅に南市観光協会、官報。ありがとうございます。